さあ皆さん、テゲテゲーミングのお時間です。今日ご一緒するのはこの方です。はい、 MBC アナウンサー山口真奈です。よろしくお願いします。お願いします。さあ真奈って今日は何をするか教えてください。以前プレゼンしましたスタジオわさびさんに取材に行けることになりました。すごい、本当に通ったんですね。そうなんですよ。ちょっと気合い入れてきて、これ、うん、私の携帯なんですけど、うんうん、この待ち受けをわさびさん仕様にして非常に気合が入っております。じゃあ早速行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。楽しみです。ゲームソフト1000本以上持っているエアギタリーマンシンボロンさんのお家で、山口アナが一押しのゲームをプレゼンする企画を先月放送。せーの、はい、はい、その中でスタジオわさびのゲームが採用されました。ということでオフィスにお邪魔しちゃいます。今回も山口アナのゲーム愛が爆発するよ。加えていよいよスタジオわさびに突撃。ではお邪魔します。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。なんか初めてゲームの会社にお邪魔しました。なんかすごい、なんだろう、はい、会社って感じじゃないですね。フリースタイルは、うん、今時のオフィスって感じですね。すごい明るいですし、こうアースカラーな感じで、しぼろさん聖地に来ちゃったみたいですね。ですよね。ドキドキしますね。いやここで憧れのゲームが作られているということで、どんな話が聞けるんでしょうか。楽しみです。鹿児島市上新町にオフィスを構えるスタジオわさび、スマホゲームアプリを開発しています。さあスタジオわさびさんのですねオフィスでお話をいろいろ聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。徳さん、はい、あれどうした。見てください、雪なりくんですよね。はい、そうですよね。オオカミゲームのちょっとユーザーさんに怒られないか心配なんですけど。いや、とんでもないですよ。中の人ですからね。すごい簡素なコスプレです。スタジオわさびです。ディレクターとシナリオライターやってます、はい、田中と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、かわいい。みつちゃんですよ。皆さん、これはなんで書かれてるんですか。僕があのリツが大好きなので、はい、それでみんなスタッフ全員好きなキャラクターを名刺に入れてます。そうなんですね。リツちゃんはここにいますよ。あ、いやいや、かわいいなと思ってたんですよ。ね、あ、じゃあリスちゃんが一押し、はい、か推しキャラなんですね。すごい。となるとちょっと気になるんですけど、スタジオわさびでイラストレーターをしております、エナと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジンくんですね。とらわれの館というジャンルで、はいはいはい、いい男なんですよ。こちらにですよね。あ、そう同じ、あ、はい、こらわれの館に出てくる主人公を助けてくれる素敵な男性でございます。すごい知ってくださってる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本物が来ました。ちなみになんですけど、こういったテレビの取材っていうのは今まであったんですか。初めてです。徳さん、しんごろさん、やりましたよ MBC。 だって
にたくさんファンがいらっしゃるのに、確かに鹿児島の放送局でよかったですよ。そうですね、さん鹿児島の会社ですからね。そうですよね、ここいただいて本当にありがたく思っています。いや、こちらこそです。よろしくお願いします。この後はゲーム開発の現場を見せてもらうよ。スマホアプリのゲームっておっしゃってますけど、どんなゲームがあるんですか？はい、主に、推理×ノベルゲームというジャンルのゲームを開発しています。で、謎解きの要素がありながら、アニメや漫画のような一本の軸のあるストーリーを読んでいくっていうゲームになります。代表的な作品で言いますと、嘘つきゲームから始まって、狼ゲーム、囚われの館、絶望プリズンといったいろんな多くのコンテンツをリリースさせていただいています。そもそもゲームってどうやってできてるのかなっていうのが気になったんですよね。はい、教えていただいてもいいですか？はい、もちろんです。はい、シンクロさんゲームお好きですけれども。大好きですよ。はい、こういうの見たことありますか？ないです。ですよね、やってばっかりで、作ってるとこ初めてですから、メモするとなんか持ってらっしゃると思っちゃう。帰ってニヤニヤしようかな。まずゲームを作る際には、テーマを決めます。でテーマを決めるのはこちらになります。はい、今こちらに座っていらっしゃるディレクターの方がまず、いろんなスタッフのみんなと話し合ってテーマを決めて、でそれがテーマ決まりましたら、もう次はもうシナリオじゃなくてキャラクターを作っていきます。なるほど、テーマでキャラクター、はい、はーい、とにかく魅力的なキャラクターをまずは作っていくっていうのをやっています。なるほど、スタジオわさびさんのキャラクターみんな違ってみんないいんですよ。こちらはまだ公開されてない近日公開予定の新しい衣装とスチルイラストになります。すごいお宝です。大丈夫ですか。キャラクターが大体できてきましたら、今度はゲームシステムの開発に入っていきます。そこはエンジニアの方々がプログラムを書いてくださって、それ見てもよかったですか？こんな方が作っておりますよ。システムってどんなものなんですか？詳しく言うと、そんなに詳しく言っていいんですか？1日かかりますか？分かるように、素人でも分かるように教えてもらえると非常に、画面を映してもらうのが早いかもしれないですね。これが、プログラムというのをこうやって書いて作りますんで、はい、イラストとかシナリオとか作ってもらったものを最終的にはこうアプリにするんで、こうやってこう、これちょっと中国版ですけど、取り込んで動きを、動かしたり文字を出したりする設計図をこうやって作ってるって感じです。いや、素人が見たら何が何だか全然ですよね。そうです。そうですよね。そうですよね。なんかよくわかんない、なんか文字列がいっぱい並んでますもんね。ちゃんと意味があるやつですよね。そうです。そうですよね。呪文みたいですよね。システムとかキャラクターができ始めたら、自分たちシナリオライターがどんどん文章を書き始めて、でストーリーを作っていくっていう形になります。ということは、テーマが決まって魅力的なキャラクターが決まって、こんなシステムでやるよってなってからお話ができるんですね。そうです。すごい、想像もできない順番でしたね。確かに、なんかお話から始まりそうな、ね、なんかそう、最初から話を決めるんじゃなくて、もうまずはアプリのがちゃんと受けるかどうかで、人気なキャラクターとちゃんとゲームが面白いかどうかを決まってから、じゃあ物語を、それのキャラクターたちがどう人生を送っていくのかっていうところを書いていくっていう作業になります。はい、ちょっと聞いてみてどうですか？いや、こうして我々呪文にかかってるんだ。本当ですね。まさに呪文ですよ。いや、すごい。これはどこの会社もそうというわけではないんですよね。ではないと思います。はい、スタジオわさびが独自でそういうふうに作っているっていうだけかなと思います。なんでわさびなんですか？そこにもちゃんと意味があって、はい、わさびって、お刺身とか、お寿司とかで食べるときにアクセントになるじゃないですか。で、私たちの作品は、そのユーザーさんの人生の時間をいただいて、プレイしてもらうので、そのプレイしていただいたときにユーザーさんの、その人生の中でちょっとでもアクセントになるような刺激的 なんか時間を過ごしていただけたらなということで、スタジオわさびというふうに名前がつきました。そうなんですね。お話も結構ハラハラドキドキするものが多いですよね。はい、これもね、
みんなに知ってほしいと思いました。持っている。この後はファン必見の未公開情報。終わらないので、さあなんとですね、このテゲテゲーミングのために未公開のものを見せていただけるということなんですよ。すごいですね。テレビやりましたよ。力すごい。やりました。ファンの皆さんではご覧ください。お願いします、はい、こちらです。はい、はい、このキャラクターの衣装なんですけど、今後オオカミゲームアナザーという今私たちが出しているアプリの中に追加されるそのストーリーで出てくるキャラクターたちの衣装になります。公開情報って書いてありますよ。確かにすごい。ここで見てみてば。いいよいいよ。です。わ、すごいですね。あ、おなじみのキャラクターたちで、はい、ちょっと衣装がということなんですね。はい、このまた色がついてないところが想像力をかきたてられますよね。どんな色で塗られるんだろうみたいな。はい、まだここからあのブラッシュアップされて、またいろいろ衣装も変わってくるかもしれないんですけど、一応そういうラフの画像になります。今の段階のですね。はい、あともう1枚あります。はい、こちらですね。はい、ファンの方ならちょっと分かるんじゃないかなっていうキャラクターが、はいはい、ねえ、あ、ちょっとだけ色が塗られてます、うんうんうん、これはもう違う。そうですね、このキャラクターがもうすでにいる状通常の衣装の状態で持っている羊なんですけど、この羊はもう常にこの子が大事に持っているアイテムで変わらないので色がそのまま使われてるってことです。なるほど、はい、変わらないということで、はい、ファンのみんなはたまらないと思います。ファンの皆さんがその一人一人好きなキャラクターっていらっしゃるので、そのキャラクターたちがどんなもういろんな展開をしていって、はい、どんどん好きになってもらえるようなコンテンツ作りというのを心がけています。はい、わー、これがじゃあ未公開情報ということです。すごい。テゲーミングやりましたね、徳さん。ね、今週はここまで。次回のテゲテゲーミングはスタジオわさびに潜入第2弾、キャラクター、ゲーム、さらにディープな世界へ。ファン必見の視聴者プレゼントもあるよ。お楽しみに。